はじまりです。本日なんですが、佐川男子はモテますよというお話をしたいなと思います。大和に行こうか佐川に行こうかね、まだ悩まれてる方、もうこれだけで、この理由だけでね、もう佐川急便に行く理由になると思うんですよね。もう最大のメリットでしょ。だってモテるんですよ。何がいいのかって、大和と佐川何が違うのかっていうところなんですけど、まあ、単純にまあ、見た目、制服が違いますよね。あのね、青と白のストライプみたいなね、あれがまあ、いいっていう方もね、多いらしくてね。で、なんか、大和さんより佐川さんの方が、この体育会系っていうんですかね、この、がっつりしたみたいな、そういう、なんか、ワイルド、男らしいみたいなイメージがね、やっぱ根強いというか、まあ昔の佐川ってすごいザ体育会系みたいな人のね、集まりやったっていうのが、なんかその、根付いてるんでしょうね、皆さんのイメージに。そのイメージ通りで、佐川イコールね、体育会系の人が多いっていうのがあって、モテるみたいなね、なってるらしいんですけどね。で、実際に、2018年とかぐらいですか、2、3年ぐらい前からですね、なんか佐川急便の、佐川男子のですね、カレンダーみたいなの出てるらしいんですよね。去年、2018年か19年か、まあそれぐらいから出てるらしいんですけど、んで、まあ佐川女子とかもあるらしいんですけど、でね、それをね、僕もちょっとチラッと見させてもらったんですけど、まあ確かにイケメンですよね。今風のイケメンとかね、女の子もね、めっちゃ可愛いです、正直。正直私も見させていただいたんですけど、こんな可愛い、こう働いてたんやみたいなね、全国からよりすぐりのね、美男美女の、カレンダーが発売されてるらしいんですよね。で、それもなんとなかなかのいい売り上げらしくて、なんと写真集まで今はね、佐川男子とかの写真集まで出てるというね、もうアイドルじゃないですか。もはや佐川急便に働くイコールアイドルみたいな、ジャニーズに入るみたいなもんですよ。もう最高じゃないですか。もうこれだけでね、佐川急便に働くメリットになるんですよ。なんで俺がいる時にそれやってくれんかったっていうね、最近なんですよね、おそらく。ここ数年の話だと思うんですよ。そういった佐川男子のカレンダーとか、そういうのもね、最近力をね、入れ始めやったと思うんですけど、なんで俺がね、佐川急便に正社員で働いてる時にそれもやらんかったんやっていうね。俺もぜひエントリーしたかったんですけどね。まあ結構全国からね、よりすぐりの、かっこいい人がね、いるのでね。まあ俺なんてね、もう第一審査で落ちるかもしれないんですけどね。俺でもね、ぜひエントリーしたかったですね。まあ、素晴らしい。で、佐川急便の男子のどこがいいんですかっていうね、女の人にね、聞いてるインタビューとかあったんですけど、やっぱりその上腕二頭筋がいいっていうアンケートが最も多かったらしくてですね。まあ、その、筋肉ですよね。それが、やっぱりその、女の女性のね、ハートを射止めてるらしいんですよね。で、写真集の方もですね、なんか予想以上に売れてるらしくて、さらにですね、なんと、握手会までやってるみたいなんですよね。そんなことあります？佐川男子の握手会に並ぶ女性とかもいるみたいで、ほんのすごいことあります？写真集も何万部って売れてるらしいんでね、すごいっすよね。正直ね、そこまでやと思ってませんでした。で、なんとね、ガチャガチャとかあるじゃないですか。ああいったフィギュアとかでもね、こういうのも売ってるらしくて、それもなかなかいい売り上げを叩き出してるらしいんですけど、もはやもう宅急便じゃないですよね。もうアイドルですよね、ただの。そういうグッズとかね、写真集とかでも売り上げを伸ばしてるっていう、そんな素晴らしい稼ぎ方あります？宅急便ですよ。宅配便のね、会社でね、そんな写真集で売り上げ出すとかね、これはもうほんまもう天才やな思いましたね、社長。社長天才やな思いましたね、これを見て。カレンダー出してるんですよ。で、握手会やってるんですよ。いやー、すごいっすわ。この発想は俺が社長やってもないっすね。ほんまにこの経営者方、すげーなと思いましたね。いや、同じね、まあ、こういうビジネスマンっていうんですかね、そういう観点から見てもね、ほんまになんか、全然違う発想からね、そうやってお金を生み出すっていうの、すげえなと思いましたね。で、今、佐川男子のモテ具合がね、ですね、めちゃくちゃすごいらしくてですね、
でもね、正直私が、まあ、何年も前の話なんですけど、私がね働いてる時からでもやっぱり佐川急便の男子イコールそういう体育会系とかね、こういうなんていうんですかね、まあ、基本ね走るんですよ。むしろ走らんと、佐川急便の時とかね、もう走らんとこの集荷とかねもう間に合いませんし、夕方の便とかもね ありますし、いろいろとねもう時間がないんですよ納品するにしてもそうですし、かなり走っていろいろねバーって回らんと時間ないんで、基本的に走ってるんで、なので冬でね雪が降ってようが半袖なんですよね。皆さんが一番よく見てるスタイルじゃないですかね、半袖のストライプ、青と白のストライプ、あれはね年中着てます。雪が降ってる時にね着てね、お客さんのところに、ね、行ってね、事務員の女の人にねむっちゃ変な顔で見られるとか、ようある話なんですよ。これ佐川急便で働いてる人あるあるやと思うんですけど、逆にね走りまくってるんで暑いんですよね。汗かきながらね、冬雪降っててもね半袖でやってるんで、やっぱそういうイメージが根付いてるんでしょうね。このなんか体育会系やなみたいな、なかなかいないじゃないですか、そんな人。普通にね、普通みんなダウンとかコートとか着てる中ですよ、半袖一枚汗かきながらね配達してるんですよ。ほら、まあどっちかっていうと体育会系のイメージが根強いですよね、そういうの見てると。なのでね、やっぱそういうなんで、こう何ですか、この土建屋さんとか見ててもね、結構男らしいなみたいな、ああいう人好きやなっていう女性多いと思うんですよ。ああいうなんていうんですかね、男らしいとか、ワイルドというか、こう筋肉がねこうムキムキで、上腕二頭筋もね、こうやっぱ重たい荷物とかね運んでるとね、やっぱ筋肉とついてくるんでね、やっぱそういうので見てて、あかっこいいな、男らしいなっていう女の人が多いらしくて、まあモテるらしいんですよ。佐川急便の男子は、大和さんも全く同じことしてるんでしょうけどね、全く同じことしてるんでしょうけど、やっぱり佐川さんの方が体育会系というイメージがねもう根強いんでしょうね。なのでね、やっぱ佐川の方がモテるんでしょう。やっぱかっこいいんでしょうね、ああいうなんが。なので、まあ実際に私も働いてる時に、いや、まあまあ若かったっていうのもあるんでしょうけど、私がね若かったからっていうのもあるんでしょうけど、いろんなお誘いはね、いただきました。あんまりね、この YouTube で言うとバンされそうなんで、あんまりね、そこまで踏み込んだ話はできないんですけど、まあ確かにね、奥様から奥様から若いね、もちろん若い、僕とその時20前半とかやってたんですけど、僕と同い年ぐらいのね、東京で言ってたらね、東京でもやってたんですけど、東京でとか やってると、やっぱ地方から来た一人暮らしの女の子とか多いんですよね。なので、結構ね、僕どっちかっていうとコミュニケーションで、この収益上げるタイプやったんで、結構喋ってるうちにね、いろいろ仲良くなって、いろんなね、お誘いいただきました。まあ、この20代前半の方から、50代前半ぐらいの方までね、ほんまに、いろんな年齢層の方に、いろいろと、お誘いをいただきまして、まあ世間一般的にはやっぱモテてたのかなと思います。やっぱその時はね、まあ業務委託でやってても制服は一緒なんですよね。だからお客さんからしたら、この人は業務委託でやってる方なのか、佐川の社員さんなのかとかね、まあわかんないですし、もう関係ないんですよね。お客さんからしたら、もう業務委託で入っても制服は佐川の制服着てるんで、なのでお客さんからしたらね、まあ佐川男子なんですよ、結局は。実際はね、佐川の正社員じゃなかったとしても、お客さんからしたらね一緒なんで、佐川男子になるんで、やっぱ佐川男子イコールこう男らしくてかっこいいみたいなねイメージがあるんかもしれないですけど、なかなかね、モテることはあると思います。やっぱその普段やったら、普段ねそんな喋ってたらただの変なやつじゃないですか、喋りかけたら普段いきなりピンポンって言ってね、玄関先でね喋ったらただの変なやつなんですけど、やっぱね宅配便っていうね、ちゃんとした目標じゃないですね、目的があって、まあ玄関先でね、若い方、可愛い方もやっぱ多いんですよ。ほらね、ほらもちろん可愛い方多いですよ。そういう方といっぱい喋れる機会ってなかなかないですよね、普段の生活にしてて。やっぱそういうのも宅配便の魅力なんですよ。若い、可愛い、綺麗な奥様とね、もうちゃんとした理由で喋ることができるんですよ宅配便とかやったら、そんなね、宅配とかね、もうそんな夢のような仕事ですよ。いや、もうこれだけでも行く
やろうっていう決意する方ももしかしたらいるんじゃないかなと思って、もしかしたらね、そういうまあ下心ですね、もう 100% 下心ですけど、もしかしたらね、そういういろんなね、人と、もちろんね、逆にね、むっちゃいかついおっさんとかね、むっちゃ臭いおっさんとかね、すぐクレーム言ってくるおっさんとかいっぱいいますよいっぱいいますけど、逆を言えばそういう若い可愛い方、綺麗な奥様と普通にコミュニケーション取るだけですよ。こんな変なことしちゃダメですよ。ほらね、ちゃんとコミュニケーション取るだけですけど、吠えた会話できる、仕事なんですよね、宅配便って。ほらもういいですよ。ほらね、でもしかもですよ、佐川男子っていうだけでやっぱり今はもうモテる時代なんですよ。こんな素晴らしい仕事ないですよね。もうアイドルみたいなもんですよ。もうジャニーズ事務所に入るみたいなもんですよ。佐川で働くイコール。そんな時代になりました。実際ね、私の視聴者の方でね、女性いるんですよ、なんと。前までね、女性ゼロで男性 100% やったんですけどね、最近ね、女性の方もね、ちらほら見ていただけるようになって、女性がね、0.6% になりました。0% から。素晴らしいですよね。で、その女性の方もね、佐川男子好きやわー言うてあるんでね、あ、やっぱもうそういう時代なんですよ。もう今やね、あんな汗臭い、なんかもう汚らしいとか、もうなんか逆にその、チンピラみたいやみたいなイメージやったんですよね、多分一昔前は。佐川男子イコールチンピラみたいなね、イメージやったんですけど、ね、今やもう逆に佐川男子イコールアイドルみたいな時代ですからね。こうじゃないと、だって写真集とかカレンダーとか、フィギュアとかで売れないでしょ。これがね、むちゃくちゃ売れてるってことは、やっぱもう時代が変わって、今はそういう時代なんですよ。こんなええとこ、いけます？こんなええ会社、入れます？なのでね、それでね、決める方はいないかもしれないですけど、これからね、景観物やろうかな、どうしようかなっていう悩んでらっしゃる方はね、もしかしたら少しのね、背中の後押しになるんじゃないかなと思って。で、まあ、山とか佐川かっていう時にね、やっぱ俺は、もちろん、給料面でですよ。給料面でやっぱ佐川行くべきやって俺は前から言うてますしね。さらに、こういう面でも得するから俺は佐川に行くべきやと、より思いましたね。はい、今日はね、だらだらと、佐川男子の魅力についてね、お話しさせていただきましたけど、やっぱまあ、佐川男子って、まあ、佐川急便で働く人っていうね、ほんまに一昔前はちょっとイメージが悪い感じやったですけど、今はね、そういうイメージもなく、時代もね、まあ、変わりつつあるじゃないですか。昔はその、ヤンキーの時代、ビーバップの時代っていうんですかね、こういうヤンキーがかっこいいとか、強いやつが、喧嘩強いやつがかっこいいみたいな時代から、今はね、おしゃれな人がかっこいいとかね、礼儀正しい人かっこいいみたいな時代になりつつあるんでね、やっぱりそういうイメージとともにね、やっぱ佐川男子もね、見方がだんだん変わってきて、今やね、そういう人がチンピラみたいなイメージじゃなくて、逆に男らしいみたいなね、そういう時代になってきたのかなと思います。なので、これからね、佐川急便の男子を見る方は、チンピラみたいな、この柄悪いなみたいな見方はね、しないであげてほしいなと思います。逆にかっこいい男らしいなっていう見方で見てあげてほしいなと思います。はい、今日はね、他にもね、ちょっと違う話題を喋ろうと思ってたんですけど、今日はでもね、やっぱり今日なんか佐川男子の魅力について語ろうってね、ちょっと帰りの車の中で、ね、途中で思いついたんでね、急遽話題を変えて佐川男子の魅力についてお話しさせていただきました。他にもね、いっぱい喋れない話題あるんですけどね、なかなか撮ってる時間がないと言いますか、これでもね、毎日、今もう、どうやろう、2週間ぐらい毎日投稿してるんですかね、これでもね、毎日投稿させていただいてるんですけど、まだまだ喋り足りないこといっぱいありますんで、これからもね、もっともっと皆さんにとって、どうでもいい話からね、役に立つ情報までいろいろ喋っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。